高品質と低価格を実現した、本物を求める人たちのきらめき、レジェンドコート。きらめきレジェンドコートは、究極な進化を遂げました。きらめき、レジェンドコート、きらめき伝説が目指した新しいコーティングの形は、業界初の施工システムであり、塗装面の強化チューニングアップを目的としたコーティングです。塗装面の強化チューニングアップにより、今までにない保護性能を強化して、防水機能を引き出して、さらに新車以上の輝きが長期に持続されます。また、きらめき、レジェンドコートは、メンテナンスの洗車のしやすさを追求し、洗車した瞬間に綺麗な愛車がよみがえります。きらめきレジェンドコートの伝説への進化。劣化防止機能の高高度ベースコート材を塗装に浸透させる作業の繰り返しで、硬さを出して強化チューニングアップして塗装の劣化を防ぎます。光沢持続機能強化、補充機能のさらなる進化を遂げた硬化樹脂クリアコート塗料で強化チューニングアップして光沢を増幅させます。硬化タイプ樹脂クリアは補充機能もあり、もし塗装面にスクラッチなどのダメージを受けた場合でも、硬化タイプ樹脂クリアコート塗料を追加補充することが可能なので、塗装を深く研磨することなくスクラッチの修復が可能です。赤外線乾燥、加熱乾燥すると短時間で強度な硬化被膜が形成されます。自然乾燥でも12時間で硬化被膜を形成します。すべての作業はブリリアントカットポリッシュ技法のダブルアクションシステムを使用していますので、塗装面を深く研磨することもなく塗装に負荷をかけないコーティングシステムです。きらめきレジェンドコートは、新車の塗装トップコートが傷つかない綺麗なうちにレジェンドコートを施工することで、保護性能がさらに塗装が強化チューニングアップされて、愛車の塗装を長期に保護し続けます。メンテナンス洗車は専用のメンテナンスシャンプーで洗車していただくだけで、簡単に綺麗な愛車がよみがえります。最近導入されてきた自己修復塗料のタイスリキズ塗装、日産のタイスクラッチ塗装、トヨタのセルフリストリング塗装、ベンツのセラミック塗装、BMW の粉体塗装でも独自の定着処理で密着性が良く施工が可能です。従来の塗装保護だけのコーティングや1年後にメンテナンスとして磨き研磨してコート材の施工を繰り返すコーティングや、塗装面にスプレーガンでコート材を乗せるコーティングとは違い、塗装面を強化チューニングアップすることを目的としたコーティングシステムです。きらめきレジェンドコート、きらめく伝説の世界は末永く愛車の塗装の光沢保護を持続いたします。高品質と低価格を実現した本物を求める人たちのきらめきレジェンドコート、フリーダイヤル 0120-939-908 までお問い合わせください。